8月4日、今月もこの日がやってきます。すべてのトレーダーにとって最も重要な指標、米国雇用統計。雇用統計を制すものはトレードを制す。この時間帯のトレードは要注意ですよ。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。皆さん、お盆休みはどう過ごされるのですか？お盆自体は日本だけの祝日なので、トレードに集中するよって方や、家族でお出かけしたりお祭りに行くよなんて方もいるかもしれませんね。私もお盆期間はどこか旅行行くか地元帰るか満喫したいと思っています。去年行った九州旅行もう一回なんてありですよね。こんな感じのところに去年は行ってみたんです。毎日食べて飲んでばっかりする旅行だったので、今年はもっと大人な楽しみ方にしようと思います。あなたもぜひお土産話持って帰ってきてくださいね。はい、では早速本編に入っていこうと思うのですが、その前に直近の動画で発表させていただいた YouTube 登録者1500人突破記念で行うあなただけのスペシャルオリジナルインジケーターと PayPay 送金か Amazon ギフト券1万円分が当たる企画の参加期限が徐々に迫ってきていますので、まだ参加してないという方はぜひこの動画で参加条件をチェックしてくださいね。では早速本編入っていきましょう。先月に引き続き恒例の第一金曜日4日に発表される米国雇用雇用統計に関して解説していきます。今月の第一金曜日は8月4日。早速ですが、経済指標カレンダーの方を見てみましょう。見ていただくと分かるように、星が5つもついてしまうような重要指標が今月もやってきてしまいましたね。過去の私はこの重要指標にうん十万円を吸い取られてしまいました。よく経済指標を活かした必勝法だったり、経済指標時は相場が大きく動くから勝ちやすいとか、そういった話も聞きますが、私はそういったタイミングでの取引は完全反対派です。理由は影響が一番大きい通貨がドルだからです。ドルは世界一の流通量を誇る通貨。米国の経済指標によって取引が行われる量も金額も他とは比べ物にならないほどで、売り買いが傾くと一気に値動きする可能性がかなり大きくなるんです。そしてそんなドルに影響があれば、どの通貨にも影響を及ぼしてしまうことが多いんです。簡単に言うと、為替は全体の取引の量や金額によって変動するので、純粋に多くの人が取引をするとそれだけ動きやすくなるっていうことですね。ローソク足の実態やヒゲの動きを眺めてみたりすると、その影響の規模が実感できるかもしれません。例えばですが、こんな感じになったりしちゃうんです。そして先ほど過去の私はうん十万円指標時トレードで溶かしてしまったと言いましたが、今でも同じように指標時に気づかずエントリーしてしまって大金を失ってしまったとか、指標時を狙った手法がいいと聞いたからやってみたら痛い目見たとか、たくさんいるように感じるんです。それはやっぱり大きく原因になるのって、ネットにいろんな情報が出回ってるからだと思うんですね。例えば経済指標トレードと検索すると、こういうサイトがたくさんヒットするんですね。この画像を見ると、思わぬ損失が生じる可能性がありますとか、指標時トレードのやり方、経済指標に要注意、有利に進められる、予想を信じて大失敗とか、もうわけわかんなくなっちゃいますよね。いい情報と悪い情報どちらもたくさんあります。経済指標の予定を出しているサイトがたくさんあるわけですが、サイトによって載っている情報に差があるから、過去の私も困惑したし、今どうしていいかわからないって方もいらっしゃると思います。この動画を見てくださってるあなたには絶対失敗してほしくないので、私ははっきりとお伝えします。勝ちたいのであれば大型経済指標時のエントリーは絶対にしないでください。今回4日の21時半から発表される米国雇用統計の部分では星が5つついていますが、この星は重要度、つまり市場に与える影響の値を示していて、5が一番重要性が高いランクになります。米国雇用統計を詳しく説明すると、これはアメリカの失業率を出していて、アメリカでどれくらいの人が失業したのか、どれくらいの人がリストラされてしまったのか、このあたりをデータとして出す日です。このデータを見ることで、アメリカの大手企業でこれだけの失業率が出てるから今ドルがちょっとまずいかもとか、逆に失業率が減ってきてるからドルの価値が戻ってきてるのかなとかいうことが測られて、ドルが売られたり買われたりします。その他にもどういった企業の失業率が高いのかが部門部門で見られたりするので、そういったところの株価が変わってくるっていうのもあります。このように世界最大の経済大国アメリカの経済指標は相場に大きな影響を与えてくることを理解しておきましょう。皆さんも毎月発表される大型経済指標、特に米国雇用統計には十分注意してトレードしてくださいね。はい、ということで今回は先月に引き続きトレードに注意する日程、米国雇用統計の重要性、指標時のトレードについて、この3点をまとめてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。
今基礎知識を飛ばしてインジケーターだけで根拠をつけているという方や、もっと根本的な部分から学び直したい、こういった方には参考になるかなって思いますので、この動画は何度も見返しながら覚えていただけたらとっても嬉しいです。今後の動画でもこういったバイナリーの基礎知識や守るべきルール、初心者さんに使いやすそうな手法やインジケーターなど、今勝ててないトレーダーさんが勝てるトレーダーになるための正しい動線や、私が実際に経験した失敗談、限界まで私にできる配信をしていきたいって思っています。ぜひ軽い気持ちでもいいので私に相談してみようかなって思ってくださる方は、気軽に LINE の方にメッセージを送ってくださればと思います。近いうち LINE だけではなくお電話とかもしながら、一緒にお酒でも飲みながらお話ししましょう。概要欄とコメント欄の方にリンクを置いておきます。最近は Twitter の方も始めていて、私のプライベートもたまに投稿したりしてますので、ぜひ覗いてみてくださいね。今後もあなたが資産構築を進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式LINE へのご登録、Twitter のフォロー、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどいただけたらとっても嬉しいです。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。